小泉慎次郎環境大臣、処理水の海洋放出発言を謝罪。日刊スポーツによりますと、小泉環境大臣が福島県を訪れ、前任の大臣が福島原発の処理水について海洋放出するしかないと発言したことに対し、素直に申し訳ないと。私が大臣になる前のこととはいえ、今の思いを伝えないと信頼に関わる。 前大臣の発言で積み上げてきた信頼が揺らいだなら全力で立て直すと発言をいたしました。この発言を受け、小泉環境大臣が処理水の海洋放出を断念したんじゃないかとの見方が出ておりますが、この処理水 トリチーム水の海洋放出は日本だけではなく世界中で当たり前のように行われており薄めて放出をすれば問題ないものでございますこちら漁師の皆様が風評被害を懸念されているようでございますが風評被害だというのであれば船で沖合に処理水を運んで放出すればいいんじゃないでしょうか 小泉大臣はこれまで何かに対して発言をするだけで注目を集めておりましたが、今回大臣になられておりますので、責任を持って問題解決に取り組まなければいけません。小泉大臣が仕事ができるのか国民が注目しておりますので、小泉大臣にはしっかりと国民が納得する成果を 出していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました